20歳で4月に就職するものです人見知りで今まで自分から言って友情を作ったことがありません相手側から話しかけられて友人になるパターンしかなく仲良くなればあせるようになるんです学生の時は周りに恵まれこんな自分に仲良くしてくれる優しい友人がたくさんいるんですが収を作るにおいてこのままでは良くないと思っています自分から友人を作る方法を教えてほしいです僕自分から作ったことないんじゃないかな僕あんまり友達作りたいというふうに積極的に動いたことないんですよねその まあ、あのアメリカに留学したりしてて別に友達もいたので楽しく過ごしてるんですけどなんか友達を作ろうと思って動いたことはなくてな話しかけるんだろうなあでも話しかけるかあんま気にしないんですよね友達かどうか <laughs> あの。要は友達かどうか分かんないけど話しかけるっていうのをあのアメリカ人はやるんですよ。あの要はそのエレベータータにに乗った時に 無言になると気まずいっていう感覚をアメリカ人が持ってるのでアメリカ人ってエレベータータにに乗るる会話をするんですよその「今日暑いね」とかなん「大学では何の授業?」とかって,っていうので話しかけるが当たり前なので。で僕喫煙所に行くとあの タタバコ持持っっってっててるるとかライーいうのを聞くんでですよで僕ライター持ってないんですよタバコはあの当時持ってたんですけどなのでタバコは持ってるけどライター持ってなくてでライター持ってるって人「あああるよ」っていうで、ね、ライターをやっててで「いや寒いね」とか「あの何の授業受けてんの?」とか「何歳」とかなんかクラブとかやってんのみたいなタバコとって暇だから雑談すするんですよでよだから会うと話をする人はいるんですけどそれが友達かっ って言われると結構微妙なんですけど、まあそんな感じで、あの話し相手は結構簡単に作れるので、あのもし話し相手を作りたいんだったら、自分から話しかければいいんじゃないかなと思います。はい。ただ別にあの僕話し相手が欲しいわけでもないので、あの今フランスでずっと引きこもってあの話してないんですけど。はい。すいません。